皆さん、こんにちは。朝の時間帯にドリンクを注文すると、無料でトースト、ゆで卵、サラダなどがつくモーニングサービスがあります。朝だけじゃなくて一日中、無料でモーニングサービスを提供しているお店もあります。一部追加料金が必要なお店もありますが、私はドリンク代のみで、無料で提供されるモーニングにこだわって YouTube に投稿しています。今日は、岐阜県羽島郡笠松町下新町のキキカフェにお邪魔します。モーニングは午前7時30分から営業しています。モーニングサービスは愛知県一宮市が発祥の地と言われています。モーニングの起源は昭和30年代前半、朝のサービスとしてコーヒーにゆで卵とピーナッツをつけたのが始まりです。ゆで卵とピーナッツから始まったモーニングが、今はモーニング文化が根付き、トースト、茶碗蒸し、ゆで卵、サラダなどが提供されるようになりました。これからお邪魔するお店、どんなモーニングに会えるかな？この道は、鮎洲市街道です。長良川鵜飼は、徳川幕府によって手厚く保護されていました。長良川鵜飼で採れた鮎を鮎洲市にして、徳川家康へ鮎寿司を献上するのに使われていた道です。これからお邪魔するキキカフェは矢印の先です。これから主だったところだけを上から順番に読んでいきますので、よろしくお願いします。モーニング、午前7時30分から午前11時30分までです。トースト、卵、フルーツ、寒天、トーストをシフォンケーキにしても OK。 本日のコーヒー、エチオピア、キキ手作りクッキー、フルーツ、チョコ、抹茶、ジンジャー、フランボワーズ、500円、お友達へのプレゼントに、コーヒーにとっても合うサクホロクッキーと書いてあります。お店には画面の奥ですが、焙煎機が置いてあります。モーニングサービスは午前7時30分から午前11時30分までです。トーストはバター、シナモン、小倉の3種類から選びます。アフタヌーンは午前11時30分から午後5時までです。ティースタンドは単品が950円、セットが1300円です。下に書いてありますが、セットはコーヒー、紅茶、ミルクから選ぶみたいです。シフォンケーキ、キキフレンチ、鉄板イタリアン、日替わりパスタ、厚焼き卵サンド、野菜ミックスサンドなどがあります。焼きそば、野菜カレー、オムライス、ピラフ、プチデザート、フレンチトースト、モンブラン、アップルパイ、アフォガード、カフェラテなどがあります。モーニングセットは、小倉トーストとホットコーヒー。こちらはシフォンケーキとホットミルクティーをお願いしました。紅茶がホットだしでしたので、紅茶がカップに2杯ありました。紅茶のカップ、可愛くて綺麗なカップですよね。ホットコーヒー、ホットミルクティー、どちらも500円でしたので、モーニングはドリンク代のみの500円です。ドリンク代のみの500円で、寒天、ゆで卵、小倉トースト、フルーツがオレンジ、パイナップル、バナナ、リンゴ、いちごの5種類のフルーツがついています。こちらのモーニングセットは、小倉トーストの代わりにシフォンケーキがついています。また、ドリンクはホットミルクティーです。これからどんなモーニングセットなのか、皆さんと一緒に詳しく見ていきます。よろしくお願いします。まず最初にホットコーヒーから見ていきます。コーヒーの発見には2つの大きな伝説があります。1つは6世紀のエチオピア起源説、もう1つは13世紀のアラビア起源説です。年代的には差はあるものの、どちらもオラの国が最初だと言わんばかりです。
その一つ、エチオピア起源説によると、エチオピアのアビシニア高原で発見され、その後アラビア半島に運ばれました。そこで栽培されたコーヒーのことをアラビアから取って、アラビカ種と呼ばれ始めたと言われています。コーヒー豆の種類は主に2つあります。それはアラビカ種とロブスター種です。左がアラビカ種の豆、右がロブスター種の豆です。見た目の特徴として、アラビカ種は縦長で粒も大きく、ふっくらとしています。一方、ロブスター種は小さくてコロンとした、全体的に丸っこい外観をしています。アラビカ種は酸味や香りに優れており、高品質なコーヒーとして人気があります。しかし、栽培が難しく、病気や害虫に弱いという欠点もあります。ロブスター種は苦味やコクが強く、安価で大量生産されています。しかし、品質や風味に劣るという評価もあります。一般的には、アラビカ種とロブスター種をブレンドしてバランスの良いコーヒーを作ることが多いみたいです。アラビカ種は、世界で生産されるコーヒー豆の約 60%、ロブスター種は、世界で生産されるコーヒー豆の約 40% を占めています。ロブスター種はアラビカ種に次ぐ生産量です。焙煎度合いによってもコーヒーの味は変わってきます。浅煎りは酸味が強く、甘みやフルーティーさが感じられます。中煎りは酸味と苦味のバランスが良く、コーヒー本来の風味が楽しめます。深煎りは苦味やコクが強く、香ばしさや焦げ目の風味があります。コーヒーには香りや味だけでなく、健康や美容にも良い効果があると言われています。コーヒーにはカフェインやポリフェノールが豊富に含まれることから、眠気を覚ます作用だけでなく、様々な健康や美容に良い飲み物だとされています。では実際にコーヒーがもたらす効果にはどのようなものがあるのでしょうか。実はコーヒーを飲むとダイエットにも良いのではという研究結果が報告されています。コーヒーに含まれるカフェインにはダイエットに効果的な脂肪を分解燃焼する働きがあるため、食後30分以内にコーヒーを飲むと食事の脂肪吸収をより抑える効果が期待できます。またコーヒーにはクロロゲン酸というポリフェノールが含まれています。シミの原因となる色素成分のメラニン生成を抑えたり、体の酸化を防いだりする効果が期待できます。2015年5月に国立がん研究センター予防研究グループが発表した研究結果では、習慣的にコーヒーを飲む人は心臓病、脳卒中、呼吸器疾患による死亡リスクが低下するという結果が出ています。コーヒーの表記ですが、英語の音社と考えられますが、江戸期にはオランダより伝えられており、当時はオランダ語のコッヒー、カヒーなどと記されていました。コーヒーと漢字表記することを考案したのは、幕末に活躍した蘭学者の宇田川洋庵でした。宇田川洋庵は造語の天才でもありました。海外から伝わってきた科学や植物学の書物を翻訳する過程において、現在でも使われている様々な学術用語を作り出します。いくつかをご紹介します。酸素、水素、窒素、炭素、元素、金属、還元、溶解、試薬、酸化、温度、沸騰、蒸気、分析、物質、法則、圧力、結晶、成分などの造語を作り、造語の天才だった蘭学者の宇田川洋庵です。余談ですが、蘭学者宇田川洋庵は大垣藩、現在の岐阜県大垣市の江戸詰めいの長男として生まれました。14歳の時に宇田川家の養子となり、またドイツ医師のシーボルトとも親交があったことでも知られています。私は時々日帰り温泉に行きますが、宇田川洋庵は温泉の効能、泉質も調べています。これが日本で初めて行われた温泉の泉質調査であったと言われています。温泉の泉質には単純温泉、塩化物泉、炭酸水素塩泉、硫酸塩泉、二酸化炭素泉、岩鉄泉、酸性泉、岩要素泉、硫黄泉、放射能泉の10種類に分類されています。ちなみに日本三名泉と呼ばれている温泉は、兵庫県の有馬温泉、群馬県の草津温泉、
岐阜県の下呂温泉と言われています。私は下呂温泉に入ったことがありますが、ツルツルのお湯なので美肌効果が抜群にある感じのお湯でした。画面を少し動かします。次はゆで卵です。毎朝なかなか起きられない、午前中はエンジンがかからない、そんな悩みありませんか？ぜひ毎日の朝食に卵を取り入れてみてください。朝に卵を食べることで寝起きの体にスイッチが入り、体がしっかり目覚めるという効果が期待できます。私たちの体温は1日の中で変動しています。最も低くなるのが寝起きのタイミングです。寝ている間に体温はぐっと下がってしまいます。体温が低いままだとなかなかスイッチが入らず、活発に動くことができません。そこで活躍するのが卵に含まれているタンパク質なんです。タンパク質は糖質や脂質と並び、熱を作り出す栄養素です。タンパク質を摂取すると 30% が熱エネルギーに変わります。寝ている間に下がってしまった体温を上げ、体を活動状態にしてくれるみたいです。ゆで卵にはビタミン A やビタミン D、ビタミン B2、ビタミン B12 など様々なビタミンが含まれており、皮膚や髪などを健やかに保つ効果や健康サポート効果などが期待できます。このほか活性酸素の分解を助け、細胞の老化を防ぐセレンや体内の様々な代謝を助けるマグネシウムなどのミネラルも含まれています。卵が最近完全栄養食として注目を集めてるみたいです。完全栄養食とは、人が健康を維持するために必要な栄養素をバランスよく含んでいる食品です。卵はその代表格と言われ、健康や美容への効果が改めて見直されつつあります。卵を食べたいけどコレステロールが心配。コレステロールが心配だから卵は1日1個しか食べられないという話をよく聞きます。しかし卵を食べるとコレステロール値が上昇するという説は、1900年代初頭にロシアで行われた実験から生まれた誤解みたいです。最近の実験でも、普段の食事以外に1日に卵を3個ずつ、しかも2週間食べ続けてもらった結果、コレステロール値を測ってみるとほとんど変化はありませんでした。また卵にはコレステロールの上昇を抑えるシスチンやレシチンも含まれています。コレステロールそのものは人間の体になくてはならないもの。健康な人なら卵を1日1個以上食べてもコレステロールをあまり気にする必要はありません。厚生労働省が制定している日本人の食事摂取基準2015年版では、コレステロールの摂取量が直接血中コレステロール値に反映されるわけではないという判断から基準値が撤廃されました。次はデザートの寒天です。この寒天の上に可愛い小さいオレンジ色のフルーツがありますが、このオレンジ色のものは金柑です。また寒天はミント味です。爽やかなフルーティーなミント味です。寒天とゼリーの違いですが、寒天は天草と呼ばれる海藻を煮込んでエキスを絞り出して固めたものです。日本独自の食品です。ゼリーはゼラチンを使って作ったものです。ゼラチンは動物の骨や皮に多く含まれるタンパク質から作られています。画面を少し動かします。次はフルーツです。このフルーツにはイチゴ、リンゴ、バナナ、パイナップル、オレンジの5種類のフルーツがあります。一度にいろんな5種類のフルーツが食べられるなんて嬉しいですよね。毎日食べると健康にいいとされる果物です。フルーツはビタミン類やミネラルが豊富です。お肌にもいいとして女性にも人気です。毎日果物をたくさん食べる人はむしろ太るのではと思われるかもしれませんが、これは大きな誤解です。むしろ多様な成分を含む果物を毎日摂取することは病気の予防にも効果的です。がん予防や心疾患の予防、さらに肝臓への酸化ストレス緩和効果や美肌への効果も期待されています。次はトーストです。
このトーストに小倉が乗せてあるっていうことは小倉トーストですよね。小倉トーストの発祥の地は名古屋市の栄地区みたいです。1921年、大正10年頃、バタートーストをぜんざいに浸して食べるのを見た店主がトーストにあんを乗せた小倉トーストを考案したみたいです。小倉トーストは数多くある名古屋飯の中でも独特の喫茶店文化やモーニングを象徴する。小倉トーストは観光などで訪れた際には必ず食べたい名物グルメみたいです。あ、今回初めて名古屋飯という言葉を聞く人のために少し説明させてもらいます。私も以前は知りませんでしたが、愛知県や名古屋市などが構成する名古屋飯普及促進協議会があります。名古屋飯普及促進協議会は1億人の名古屋飯総選挙2022の結果を発表しました。1位ひつまぶし、2位味噌カツ、3位手羽先、4位味噌煮込みうどん、5位天むす、6位小倉トースト、7位モーニング、8位名古屋コーチン、9位きしめん、10位エビフライでした。小倉トーストは名古屋に来たら食べたい、または食べてみたい名古屋飯の中に小倉トーストが入ってるので、小倉トーストの人気の高さがわかりますよね。私はまさか名古屋飯にモーニングが入ってるなんて思ってもいませんでした。パンのルーツですが、今から8000年から6000年ほど前、古代メソポタミアでは小麦粉を水でこねて焼いただけのものを食べていました。これがパンの原型とされています。その後、小麦栽培とパン作りは古代エジプトへ伝わり、偶然によって発酵パンが誕生しました。古代エジプトから古代ギリシャへパン作りが伝えられると、製パン技術を身につけた専門のパン職人が登場して、ブドウ液から作られたパン種も使われるようになり、パンは量産されるようになったのです。日本へ本格的な西洋風のパンが伝来したのは1543年、種子島に漂着したポルトガル人によって鉄砲とともにもたらされました。その6年後、フランシスコ・ザビエルらキリスト教宣教師が日本へやってきて布教活動を始めると、キリストの肉とされるパンも全国へ広まっていきました。中でも南蛮貿易で栄えた肥前の平戸や長崎ではパン作りが盛んに行われるようになりました。米を主食とする日本ではパンはあくまでも来日する外国人のためのものであり、日本人の間にはパン食はなかなか根付きませんでした。その後、江戸時代に幕府は鎖国政策を打ち出し、キリスト教や外国との交易は禁止されてしまいました。それからというもの、江戸時代が終わるまでパン作りは唯一海外へ開かれていた長崎の出島のみでした。鉄砲とパンをもたらした種子島に漂着したポルトガル人が日本の柿の美味しさに衝撃を受けて、柿の苗と種を母国に持ち帰ったという説があります。その後、柿はヨーロッパ各地に伝わり、ポルトガル領だったブラジルでも柿は広まりました。そして現在、柿はスペイン、イタリア、イスラエル、そしてブラジルなど世界各国で生産されています。柿は英語でパーシモンと表記されますが、世界各国で柿という呼び方で通じます。ドリンク代のみの500円で寒天、ゆで卵、小倉トースト、フルーツがオレンジ、パイナップル、バナナ、リンゴ、イチゴの5種類のフルーツがついています。私はお値打ちモーニングだと思います。大まかな説明でしたが、食べるときに詳しく説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。トーストは厚切りトーストです。その上に小倉が乗せてあります。またトーストに切り込みが入れてあります。私は甘党なので小倉あん大好きです。余談ですが、粒あんのおまんじゅうには目がありません。この小倉トーストの小倉は程よい甘さで、ふわふわの美味しい小倉トーストです。オレンジの5種類のフルーツがあります。一度にいろんな5種類のフルーツが食べられるなんて嬉しいですよね。皆さん、旬の野菜や果物を食べることで季節感を感じますよね。また栄養を効率よく摂取しながら食事を楽しめたら最高ですよね。ゆで卵を食べる時間は
朝食と昼食にゆで卵を食べるのがおすすめです。朝食にゆで卵を食べると眠っていた体にしっかりと栄養素を取り込むことができます。逆に夕食後はエネルギー消費量が少なく脂肪に変わりやすくなるため控えた方がいいみたいです。また腹持ちがいいので間食にもおすすめみたいです。この寒天の上に可愛い小さいオレンジ色のフルーツがありますが、このオレンジ色のものは金柑です。また寒天はミント味です。爽やかなフルーティーなミント味です。寒天とゼリーの違いですが、寒天は天草と呼ばれる海藻を煮込んでエキスを絞り出して固めたものです。日本独自の食品です。皆さん、今回のモーニングはどうでしたか？ドリンク代のみの500円で寒天、ゆで卵、小倉トースト、フルーツがオレンジ、パイナップル、バナナ、リンゴ、イチゴの5種類のフルーツがついています。私はお値打ちモーニングだと思います。皆さん、最後まで見ていただいてありがとうございます。次回はどんなモーニングに会えるかな、楽しみですね。これからもドリンク代のみのモーニングにこだわって YouTube に投稿していきたいと思っています。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。